モーディス衛星による盆地と周辺地域の衛星画像。周りには、航海、アデン湾アラビア半島、アフリカの角が映っている。アファール盆地、またの名をアファール三角地帯とも言う。この地域は、アフリカの角の付け根にあたり、エリトリアからジブチのダナキルク墓地、エチオピアのアファール州、そしてソマリアの一部にまたがって存在する地溝が形成した。 盆地である。多数の化石人類が見つかる場所であるアワッシュ、川下流域を含むアファール地域は、ヒト人類の洋乱の地のうちの一つとして有名である。世界最古の石器が発見された粉、アウストラロピテクスアファレンシスの化石標本である、ルーシーが発見されたハダール村などがある。アファール盆地には、アフリカ大陸で最低標高の地点がある。 ジブチに存在するアッサル湖であり、その標高は海面下155メートルに達する。盆地の中に存在するナロルク墓地は地球上で年平均気温が最も高い地域の一つであり、3月から9月にかけての寒気は摂氏48度、最も寒い9月から3月にかけての雨季でも摂氏25度である。アファール三角地帯を流れる川はアワッシュ川だけであり、 下流の湖ほど塩分濃度が高くなる。降水量が少なく、広範囲が砂漠地帯となっている。アファール盆地は、アフリカの大地高帯、ヨルダン渓谷、航海と連なる中東の地高帯、インド洋中央海嶺につながるカールスバーグ海嶺の3つが、摂氏、地質学上、アファール30点とも呼ばれ、お互いに離れるようにして広がっている地域である。地質学的には、 非常に流起活動が活発な地域であり、世界的に珍しく平地で地面の拡大が起こっている。陸上として、世界で最も低い場所に噴火口を持つ、ダロル火山をはじめとした、多数の火山、断層も存在している。将来もアファール盆地は、拡大を続け、数百万年後には、海水が流入して、海となり、航海とつながって、 次第に東西に拡大していくだろうと考えられている。ロラン・ペアセ、ジー・オリジス・ツイットネス、オーシャン・バース、BBC ・サイエンス・ユニット、サンフランシスコ、2005年12月11日閲覧。アンソニー・ミッチェル、サイエンティスト・生ニューオーシャン・インフォーメーション・イン・エチオピア、ニューメキシキン、2005年12月11日閲覧。AP 通信、ニューオーシャン・フォーミング・イン・アフリカ。 CBS ニュース2005年12月11日閲覧。ありがとうございます。